初期繁殖牝馬ロイヤルゼリー。この一族としてはエイヤンエイヤンが G1 を勝利しているが、正統後継のうまいもうとの牝系からは G1 馬が出ていない。その牝系のヘニーヒューズ産駒、これに馬ヘニーと名付け、馬冠名を復活させ牝系を管理する。馬ヘニーの初勝利はダート、2歳未勝利、ダート 1300m、 コンディションは良。スタートしました。馬ヘニー足色は衰えない。スースー追っている。セロシア、セロシア差を詰める。馬ヘニー逃げ切った。小倉競馬2レース、3歳1勝クラス、ダート 1000m、 コンディションは良。馬ヘニー後続を引き離して先頭、ここからが勝負どころ。馬ヘニー後ろを振り切りにかかる。2番手は1勝クラスの勝ち上がりには時間を要したが、勝ち上がった時の内容は圧倒的。昇竜ステークスでオープン挑戦。オープン昇竜ステークス、エアアルマス、ここでもまだ後方。ビービーバーレル足色が衰えない。馬ヘニー接近してくる。ロンドンタウンあっさりとかわした。エアアルマス差し切ってゴール。タンゴステークスへ。11レース、オープンタンゴステークス、ダート 1400m、 コンディションは良。スタートしました。キクノサリーレ捕らえに出る。お互い一歩も譲らない。2頭が並んでゴール。馬ヘニーわずかに前か。発展をお待ちください。見事勝利。この活躍を見て母クリエバーナは繁殖引退。ユニコーンステークスへ。10レース、 G3 ユニコーンステークス。馬ヘニー先頭を追っているが、グレープブランデーリードを広げる。グレープブランデー押し切って、以降前線はするが勝ちきれないレースが続く。チャンピオンズカップで G1 挑戦。先頭トランセンド1着でゴール。勝ったのはトランセンド。ここでは全く。フェブラリーステークスへ。G1 レースはここ東京競馬場から。ホワイトキズこのまま押し切れるか。ホワイトキズリードを広げる。ショウナンオートで差を詰める。ホワイトキズ先頭でゴール。勝ったのはホワイトキズ。鞍上は和田龍二騎手。勝ち馬は前回動画のホワイトキズナ。レッドアルビス接近してくる。レッドアルビス先頭に並びかける。レッドアルビスあっさりと勝てそうでなかなか勝てない。2頭が並ん伸びる。コスモファントム差し切って。オープンケフェウスステークス、芝 2000m、 コンディションはやや重。馬ヘニー粘る。馬ヘニー押し切ってゴール。馬ヘニーケフェウスステークス制覇です。ケフェウスステークスで久しぶりに勝ち切る。しかしそれ以降勝利することはなかった。妹はシンボリクリスエス産駒、名は馬クリスエス。新潟芝 1400m でデビュー。2歳新馬、芝 1400m、 コンディションはやや重。馬クリスエス食い下がる。先頭はアンバル。アンバル押し切ってゴール。馬クリスエスロイヤルビザージ追い上げる。2戦目で初勝利。1勝クラスでダートを使う。2歳1勝クラス、ダート 1600m、 コンディションは重。逃げる逃げる。エーシンジーライン。馬クリスエス追い上げる。エーシンジーライン押し切っ。負けはしたがダートの適性は高そう。続けてダートを使うも勝つことはできず、調教で屈腱炎を発症。長期休養へ。屈腱炎明け、1勝クラスの芝。1勝クラス、芝 1200m、 コンディションは良。馬クリスエス突き放しにかかる。馬クリスエス押し切ってゴール。勝った。2勝クラスも芝。コンディションは良。ダイバーバード突き放しにかかる。際どい勝負になった。ダイバーバードわずかに前。ここは勝てず昇級2戦目。11頭ほぼ揃いました。ビリーメーカー勢いよく追い上げる。激しい叩き合いになった。馬クリスエス押し切ってゴール。3勝クラスはダート。3歳以上3勝クラス、ダート 1400m、 コンディションは良。馬クリスエスまだ後方。馬クリスエス追い込んでくる。ブチコ先頭。ブチコ押し切ってゴール。
勝ちきれず、2戦目で芝に戻す。混戦となりました。ムーンチャイあっという間にかわした。ここも勝てず、人気を背負いながらも勝ちきれない中、ウマクリス S の妹が入球する。お任せで出てきた名前と組み合わせてウマスタンドと名付けられた。ウマスタンド、ウマクリス S の3勝クラス、引き続き芝。芝 2000m、 コンディションはやや重。オールドブラッド接近してくる。クレスコブレイブ、ウマクリス S、 惜しく。結局芝で勝ち上がった妹、京都競馬2レース、ウマスタンドのデビュー戦。2歳新馬、芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。ウマスタンド先頭に並びかける。モアナーネラ押し切ってゴール。ウマクリス S はエリザベス女王杯で G1 挑戦。ここ京都競馬場で女王の座をめぐり競います。イスグラシュー先頭で5。続けて重賞10レース G3 クイーンステークス。ウマクリス S 差を詰める。リラバティ先頭。2着ようやっとる。オールカマー競馬10レース G2 オールカマー。ステイフーリッシュ粘る。ステイフーリッシュ押し切って。ようやっとる。オープン新潟牝馬ステークス。オープン新潟牝馬ステークス。セラフィックロン捉えに出る。ウマクリス S 後続を振り切りにかかる。ウマクリス S 差し切ってゴール。ここを勝ち切って5勝目。その間のウマスタンド未勝利戦でダートへ。ダート 1800m、 コンディションは良。アンデスクイーン接近。ウマスタンド先頭で。1勝クラスは芝。ウマスタンド堂々とゴール。2勝クラスは芝2000。2番手は鈴鹿アーティスト。続いてアモーレミウ。アモーレミウ伸びる。ウマスタンド三勝クラスは芝1600と順調に勝ち上がり、その後苦戦が続き、年が明けて東京新聞杯 G3 東京新聞杯スタートしました。あと200。ウマスタンド先頭に並びかける。ウマスタンド後続を離していく。スマイルジャック差を詰める。ウマスタンド先頭でゴール。これが重賞初勝利。姉のウマクリス S はフェブラリーステークスへ。ここ東京競馬場から寒さを吹き飛ばすダートホースたちの熱戦が間もなくスタートします。スタートしました。ウマクリス S 並びそうだ。ブライトライン3番手から先頭を狙う。ウマクリス S 先頭に立った。あと200。ウマクリス S 伸び足がいい。ウマクリス S 後続を離していく。2頭が並んでゴール。見事勝利。フェブラリーステークスはホワイトキズナ以来2度目の勝利。ウマスタンド、ウマクリス S 姉妹は大阪杯へ。今年も名馬たちが揃いました。クロノジェネシス後続を離していく。マカッキ差を詰める。クロノジェネシス差し切っ。共に結果は残せず、ウマスタンドは調教師の進言で天皇賞春へ。コバ最高峰レースといえばこのレース、 3200m の長距離最強決定戦。伝統と格式の盾を抱くのはどの馬か。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。ロードバンドール、ロードバンドール先頭だ。2番手クリールカイザー。ロードバンドール抜け出した。残り200を切りました。クリールカイザー先頭に並びかける。ウマスタンドこのまま押し切れるか。ウマスタンドスマートレイヤー追い上げる。ウマスタンド差し切ってゴール。勝ったのはウマスタンド。鞍上は和田龍二騎手。念願の G1 初勝利を収めました。妹も G1 勝利。新宿涅槃牧場は天皇賞春初勝利。その後は姉妹ともに勝ち切ることはなく、5歳のウマスタンドを引退、繁殖入りさせ、ウマクリス S は馬房に飽きがなく、功労馬として牧場に置いておくことになった。接近してくる。
万年雪接近してくる。万年雪突き放しにかかる。万年雪さらに差を広げにかかる。万年雪押し切ってゴール。勝ったのは2番万年雪。万年雪アメリカジョッキークラブカップ制覇です。